郷原信夫の日本の権力を切る。今日は、東京都の元幹部の澤明さん、これで3回目のご出演になるんですが、はい、このところ小池百合子落選運動を私も懸命に今展開しているところなんですが、まあ、澤さんも澤さんでかねてから小池都知事の問題を徹底的に指摘してこられて、はい、まあ、今回もなんとか落選をということで頑張っておられる、はい、まあ、2人ともですね同じ目的を持って活動している。もうそろそろ選挙戦も中盤に差し掛かり、もうあとわずかになってきました、はい、ここでぜひ、この落選運動を展開する立場から東京都民の皆さん、そして共感してくれる全国の皆さんに訴えたいことを改めて整理してお話をしたいと思ってます。よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。澤さんは東京都で の最終のポストは選挙管理委員会の事務局長、はい、そうですね、そこで1年ほどいてで定年を迎えたと、はいはい、選挙管理委員会の事務局長の時代にさすがにこれは公選法上問題ではないかと思われたことをこの前お話しいただいたんですけども、ちょっと露骨な、これはもう投票に向けての都知事の権限をなんか悪用してるんじゃないかというような話でしたね。卒業式の、まあ、年度末で卒業式、都立の、まあ、学校がたくさん都内にあって、はい、まあ、そういうところに小池さんの例の顔写真とサインの入ったおめでとう、うん、なんか、の紙を全員に配れみたいな話があって、でさすがにそれは 都の役人にしてみてもちょっとまずいじゃないかっていうんで、うんうん、私のところ、まあ、選挙管理委員会事務局長のところに、ある管理職が来て、うん、局長これまずいですよねと、うん、いうことで、いやこれはその法律に触れる触れないじゃなくて、なんでこんなことをやるんですかと、だからこれはちゃんと役人として抑えるべきだっていうことで、その話自体は結局立ち消えにはなったんですけど、結局小池さんっていろんな場面場面で同じような手法を使う人なんですよね、困ったことに。今回も、はい、もうまさにそういうようなやり方で露骨な、まあ、有権者に向けての小池百合子都知事アピールっていうのが行われましたね、はい、告示の直前に発表されましたけども、物価高騰対策臨時暮らし応援事業という、はい、長いですね、これは住民税非課税の、まあ、低所得者の皆さんに190万世帯に商品券を1万円ずつばらまくと、これは露骨ですね。あまりにも見えすぎてるんですけど、小池サイドからするといやいやそれは今年の予算にちゃんともう入ってますよと、だからいつ使うかはだってそれはもう議会で承認された予算なんだからっていう言い訳の中できっちりタイミングを見計らって 100% 選挙運動ですよね。誰がどう見ても、ね、選挙運動じゃなくて、はいはいはい、都の公費を使った買収ですよ、はい、買収ですね、はい、買収だってそれもご案内のね東京都からの文書がまさに選挙期間中に届くらしいじゃないですか、うん、そうです、ぜひ商品券1万円お申し込みください、はい、これまた多分名前が入って多分顔写真まで入ってるじゃないですか、それが届いてでもらえるのは後ですよね。そうですね、秋選挙の後、はい、ですから万が一にも小池都知事が落選したらもらえないかもしれないとこういう話ですよね、だったらということになっちゃうんで、いやここまで露骨にやるかと、おそらくそのタイミングはそこ見計らってたんでしょうね。それは都の側の担当の人の裁量でこのぐらいのタイミングにしようと思えばいくらでもできますよね。まあそれは別に秋にやったっていいし、まあ年度初めにやったっていいんですけど、まあ、完全にまあ小池さんからの指示でもうピンポイントでここで打てと、まあ、指示を しなくても忖度しますよね、はい、多分目的は明らかなんで、はいはいはい、しかもこれをですねこの事業を受託した事業者が博報堂の子会社なんですが、まあ、
ろいろですね、調べてみると博報堂に関してはいろんな問題が出てきてるんですね。ここのところ個人情報の漏洩の問題とかですね、子会社の過大請求事件とか、まあ、いろんな問題が起きてる博報堂が、まあ、一応その、あのコンペか何かで受注したんでしょうけども、なんかそのこれも出来レースなんじゃないかっていうふうなことを疑う人もいますよね、うんうん、まあ、そもそも事業自体がこれはちょっとひどいばらまきじゃないかということに加えて、この発注先も本当に大丈夫なのかと、個人情報の漏洩なんてとんでもないことになりますよね。低所得者世帯ですから、まあ、こういうような問題も、まあ、本当にあの今の小池都知事のやってることの大きな問題ですよね、やり方の問題ですよね、まあ、それ以外にですね、最近のこの選挙戦に入ってからの、はい、小池氏や東京都の動きに関してどういうことがあるでしょうか、はい、6月の28日の金曜日に、まあ、あるあの現役の管理職からちょっと情報というかメールもらって、なんか小池さんがいきなり人事制度改革に関する職員へのメッセージを発信したと。中身がこう載ってたんですけど、まあ3本柱ですと。で1本目が若手中堅の職員の活躍を応援しますみたいな。で2本目が専門性を生かしたキャリアパスをちゃんと作りましょうと。で3つ目が女性が生き生きと活躍できる都庁を実現しましょうみたいな。これはっきり、まあ、私の立場からすると全部この8年間かけてもできなかったことを今更なんで言うんですかっていう話なんですよね。で特に1本目 の若手中堅職員の話はまさに6月24日の月曜日に都庁前で郷原先生と私もちょっと横 で、 そうです、ね、あの人生初の街頭演説させていただきましたけど、はい、その時に先生がおっしゃった2023年春の、はい、政策企画局から、若手中堅が30人大量退職、うんうん、で私は私で内部で本当に、監視社会みたいなことになっているっていうことを訴えたことに対して、あたかもいえいえそんなことじゃなくてちゃんとやってますよというふうに言いたいがためにそんなことをやってるというふうにしか見えないぐらい、はっきり言ってアホなんですよ。そうですね、8年間やっても若手中堅が活躍できてないのかと8年間やっても女性が生き生きと働けてないんですかっていう話で、なんで今になってそんな対策を出すでしかも人事上で言うと今出す意味がほぼないんですよ。あ、そうか。と要するに若手の方々中堅の方々に向けてのメッセージだとすれば、一番大きなあの人事異動っていうのは毎年4月に行われるわけですから、うんうん、まあ、その前に言うとか、そうですよ、ね、年の初めに言ってじゃあ これからはこういうふうにやってきますっていう、いうのは普通なのに、うん、なんで6月の末になって言うんですかと。これも選挙期間であるがゆえに意味があるんですね。そうですね。いろんな批判が来ている、郷原さんがぐちゃぐちゃ言っている、沢がぐちゃぐちゃ言っている、そう、もともと沢さんからの受け売りですからねこれは。それをなんとか抑えたいがために、そうなんですよ、もう完全にパッチワークっていうか、もうもぐら叩きみたいなもんなんですよこの人がやってるのは。おそらくこんなの選挙が終わったら、はい、もうどうでもいいですよね。そうです、そうです、全く、はいはい、都の職員たち分かってますね、そんなこと。そうですね。いやね、この前あの都庁前で街頭演説やったじゃないですか。私も初めての経験だったんですけど、はい、あそこまで全くこっちに対して視線も向けず通り過ぎていく人にこう一方的に演説するってすっごくなんかあの気持ちをですね維持するのが大変だなと思いながら、あの話したんですよ。いやそのぐらいやっぱりその私がいて沢さんがいてもう話そうとしてることは分かってるじゃないですか。小池都知事批判ですよ、はい、そういったことにちょっとでも関心があるような視線でも向けようもんなら周りからあいつはなんか関心持ってたぞと刺されるんじゃないかと。そうです、そういうことなんですね。で我々のまあちょっと向こう側には、まあ、いわゆる守衛さん警備員さんも立ってましたけど、その横には当然
あの都の職員で多分庁舎管理関係の人間が立ってたんで、当然見られてるっていうのは分かるわけですよ、彼らは ね、職員の人は。だから絶対私とは目は合わなかったですけど、まあ、当然ですけど ね、はい、合わせないどころかね、もう完全に視線が前でしたよね。すごかった、もう一心不乱に前を通り過ぎていくっていう感じでしたね。駅に行くぞみたいなね、いやね、私も本当にあの公演はものすごい数やってきたんですけども、私は公演っていうのはこうこっちを向いて、あの話を聞いてくれる人で、しかもやっぱりこう聞いてくれてるかどうかっていうことを確かめながら話すんですよ。反応がありますからね。それがやっぱり一番そのいい公演をするできるシチュエーションなんですね。その全く真逆でしたね。本当ですね。いやね、あの YouTube のコメントでね、声が小さいとかね、元気がないとかってコメントが、いや申し訳ないんですけど、私最初ちょっとさすがにこの状況で喋るのとちょっとたじろぎましたね。でもある意味じゃ本当に都庁の職員の皆さんがどんな気持ちで都で仕事をしているのかというのすごくよく分かりましたね。一つだけ、その3つの柱の最後の一つ、その女性活躍に関してちょっと一言だけ申し上げたいんですけど、小池さんあれだけもう8年前からもう女性活躍活躍と、頑張れ頑張れと、ところが都庁の内部どうなってるかっていうと、もう今もう女性で管理職になりたい人がガタベリなんですよ。で僕が若い頃、まあ、管理職試験を受けた頃は若手の登竜門と言われる管理職の A っていうカテゴリーだと20数名が毎年受かります。で半分とか4割はその時代は女性だったんですよ。その人たちは5年10年経てば課長部長になってるわけですね。ところがここ5年10年はおそらく3割2割、下手すると1割、もうどんどん減ってきてる。だから小池都政下で小池さんの下で管理職なんかやったら当然残業代も出ないし、こき使われるし、とにかくやれと、つべこべ言わずにやれって言われるような管理職にはなりたくないっていう人がどんどん増えてる。なるほど、ね。でまあ去年から今年にかけていわゆる管理職の受験率、女性に限って言えば20ポイント減っちゃってるんですよ。そうなんですか。減っちゃってるんです。まあ全体でも15ポイント減ってますけども、女性の減りがもうあの顕著なんです。ということで言うと小池さんの外面と内面は全く違うんです。なるほど。いかに職員が小池さんの下ではもう働きたくないって言ってるかっていうのがもう数字で現れちゃってる。はい、なるほどね。いろいろ問題になってるあの答弁拒否で、ね、はい、本人が答弁をしないで役人に答弁させてると問題されてるじゃないですか。いつも出てきてたのがあの古谷さんっていうの、はい、政策、はい、企画局長、はい、あの人のなんかこう表情とかね、物の言い方見ててなんかこの人すっごくね耐えてるな、なんか本当にこういう人がようやく局長になってなんとなくこう不本意な形で辞めていくのかなっていうのをすごく思いましたね。で同じねその自治体の、まあ、職員のね幹部でも、私あの横浜市 のコンプライアンス顧問をずっとやってた時にいろんなあの女性の職員と随分ねいろいろお話をしたし、あの局長とかあの副市長とかいろいろ話したんですけども、生き生きとしてましたよね、もっと、やっぱり自分たちがしっかり横浜市を支えてるんだというようなそういうねあの気概を持ってる人が結構ね多くて、横浜市ってすごくね女性の職員が優秀だった。なんかね私そういう頭があるんで、古谷さんのあの答弁する姿を見て、へえこんなもんなのというふうに思いましたね。あの古谷博美さんに関しては僕はよく近しく現役時代をお付き合いをさせていただいて、まあ、仕事上も含めて、で彼女は政策企画局長になる前は公安局長だったんですよ。で公安まだ長いあの、ちょっと ある意味得意なあのキャリアなんですけど、公安局長の時にはすごい生き生きしてた。政策企画局長になった後ある人から、
古谷局長は人が変わったって言われたことあるんですよ。で僕としては古谷さん本当に生き生きとしてもうサバサバした性格の方なんだけど、僕から見てもなんか暗くなっちゃったんですよね、雰囲気が。そんな感じがしましたね。でそれはもう完全に小池知事からのプレッシャー、うん、自分の中では不本意、なんでこんなことしなきゃいけないんだ、うん、でも立場上せざるを得ないっていう葛藤があって、ああいうふうな見え方になっちゃったのかなって勝手に僕は思ってます。なるほどね、はい、本当にまあ犠牲者の一人じゃないかなと思うぐらいですよね、うん、はい。だから澤さんとしては本当に多くの都の職員後輩の人たちのためにもとにかく小池都政から解放してあげたいと。そうです、ということですね。一回小池都政はやめましょう、ね、そうすると何が起こるかというと、職員もそうなんだけど、さっきの博報堂問題で言えば、結局博報堂電通にこの8年間小池さんはいくら税金をつぎ込んだのか、何に使ったのかっていうのが、一回辞めさせることで白日のもとにさらされますから。そうなんですよ、それが重要だと僕も思います、うん、そうなんです。だから例えばね、それは蓮舫さんにしても石丸さんにしても、はい、これはもうほとんどリセットの世界だと思うん で、はい、いろんなことが表に出ていくんですね、うん、これが政権交代なんですよね。 そう、それがいいんです。それをやるから、まあ浄化作用があるわけですから、はい、そうなんですね、まあ、ということで何としても小池参戦阻止、もうあと何日かの選挙戦でぜひその結果を出していきたいということで、はい、澤さんにも寄稿していただいた、はい、郷原流、はい、東京問題、はい、第2弾が出ました。一面では小池百合子氏と、まあ、自民党との関係、自民党的体質ということを詳しく書いてるんですが、裏面には澤さんと黒木さんに特別寄稿していただいてます。澤さんの今もお話しいただいた小池百合子都知事っていうのが都の職員にとってどういう存在なのかということも含めてですね、この中で書いてもらってますんで、この落選運動のためのチラシもぜひですね、多くの東京都のね皆さんに読んでいただいて、その上で投票してもらいたいと、まあ、そういったことを中心に考えているその落選運動ですね、残り数日、投票日までの数日がものすごく重要なんですよ。前回衆院選の神奈川13区の、甘利明氏の落選運動でも最後の数日で大量に落選運動チラシを、投入して個別配布と、それから街頭演説もやりました。それが相当効果を上げたと思います。でちょっと今日はもう元東京都選挙管理会事務局長でもあられた澤さんもご一緒なんで、公職選挙法との関係で落選運動っていうのはどういうことが可能で、どういう点に気をつけなくちゃいけないのかということ、そして今後の最終盤の落選運動としてですね、効果的と思えることを皆さんにぜひお願いしたいことをですね、ちょっとお話ししていきたいと思います。まず落選運動って日本ではあまりこれまで馴染みがなかった。そうですね。すみません、私も不勉強で、今回初めてに近いですね、そういうことができるんだっていうことを知ったのは。ところがこれはもともと公選法にですね、落選運動っていうのは明確に書かれてるんですね、うん、例えば買収を禁止する規定でも、当選を得または得しめ、または得させてない目的でこういう行為をやる場合が違反ですって書いてあるじゃないですか。当選させない目的でやる行為っていうのはもともと公選法上でちゃんと想定されてるんですよ、うんうん、それがしかも2013年の公選法の改正の際にインターネット選挙が解禁されましたね、はいはい、あの時にネットを使った落選運動についてきちんとメールアドレスをね書き込んで責任の所在を明らかにすることとか、まあ、こう配布する文書などでもちゃんと氏名をね明らかにすること、落選運動のやり方についてのある種の規制が設けられて、落選運動が、まあ、きちんと行いうる公選法上も認められたものだということがはっきりしたと、うん、いうことで、我々は本当に
公選法上も想定されている落選と、しかも自分が当選したいとか誰かを当選させたいというのと違って、まあ、言ってみれば自分の利益にあまりならないことですよね。だから規制が比較的緩いんですね。選挙運動、当選を得るための目的の活動であれば、例えばビラを巻こうとすると証書を貼らないといけない、枚数の制限があるとか、いろんな制限がありますけども、落選運動であれば特に制限がないということで、こういうものを使っているということです。落選運動はもう一つですね、期限の定めがないというところが大きな特徴でして、ですから事前運動の規制もありませんから、街頭演説も最初の街頭演説は告示の前日にありました。そういったことが可能だということと、投票日は選挙運動っていうのは前日までしかできないんですけども、落選運動はそういう意味では当選を得るための選挙運動じゃありませんから、純粋な落選運動であれば投票日に行ってもそれは禁止の対象にはならない。ただ落選運動とは言いながら他の候補の応援のためにやってる人が中にいるんで、そういうことがものすごくこう露骨な人が投票日に落選運動と称してやると、これはちょっと違反になる可能性があるんで、これは注意していただきたいと思います。やはりこれからですね、今日の YouTube もそうですけども、小池百合子落選のために我々が訴えていること、そして落選運動チラシ、これぜひですね、共感する方々は東京都民の方々に限らず、全国のこの落選運動に共感する方々、東京都民に向けて発信してもらいたいですね。そうですね。ぜひお知り合いの方がいたら、はい、少しでも多くの人が小池東京都知事の真実を知ることが、今回、まあ、我々が目指す小池参戦阻止ということにつながるんじゃないかと思います。はい、最後に澤さんの方から、もうおそらくこの投票日までですね、はい、今日が最後の機会になると思いますので、ぜひ東京都民に、そして視聴者の皆さんに訴えておきたいことを、はい、お願いします。はい、もう何度も申し上げてるんですけど、都庁の職員にとっては小池さんがあと4年間参戦を果たして4年間となると、もうそれはもう地獄が待ってる、まあこれまで以上の地獄が待ってる、まあそれは職員お一人お一人が分かってると思うんですね。でさらに都民の方にとってみれば、あたかも小池さんはいろんな形でまあお金を使ってるからいいことをしているように見えるんだけど、それは単に東京都がジャブジャブにお金があるだけの話で、本当に将来につながる投資をちゃんとしているかどうかっていう見極めはしていただきたい。目の前に現金ぶら下げられて小池さんにっていうのは、僕はもう一回ちょっと立ち止まって考えていただきたい。まあ、その結果なんとかですね、小池さんを権力の座から引きずり下ろしたい、もうその一心でやってます。ぜひご協力をお願いしたいと思います。頑張りましょう。はい、頑張りましょう。どうもありがとうございました。ありがとうございました。